おはようございます。2020年、4月7日になりました。衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶です。ご覧になってください。これ空、皆さんどんな朝をお迎えですか？いよいよ目覚めですか？おはようございます。ごきげんよう、ごきげんよう。今日はですね、いよいよ、緊急事態宣言、今日午前中の早い時間にですね、諮問会議に総理が諮って、それから12時からですね、総理自らが、議運議長副議長の下でですね、報告を私たちにして、そして、1時間弱の質疑が行われます。立憲民主党の枝野さん、それから我が国民民主党の玉木さんが、確認的質疑をそれぞれ7分ずつ行うという予定です。そうですね、もう1月からずっとこの朝のご挨拶でも言ってますが、特別なウイルスです。だから侮ってはならない、で絶対に侮ってはならない、でこれをに、打ち勝つためにはですね、やっぱり人の制限を、あの時は私は中国からですね、それは大事な隣人だけども、これだけ感染が拡大している、もう12月には武漢で報告されていたわけですから、止めるべきだということをずっと言ってきました。で今度は、やっとですね、この新型をですね、感染症法上の一類相当のところ、移動のところはですね、移動ちょっとかなりアクロバティックなことをやってるんです。政令を変えて、一類相当にして、そして、いわゆると移動の制限ができるように、ということの感染法33条これが使えるようにとしてるんですね。で他方ででも見えない感染症というものに対応するために、これ指定感染症の2類にしていましたから、2類であればやっぱ隔離を厳格にしなきゃいけない。だけどそれだともう医療施設がパンクをすると入れないと。だからホテルや広い意味での自宅待機、これ自宅待機って言うからいけないんですよね。なんて言ったらいいんでしょうね、隔絶、自己隔離した中で、様子を見るっていうことができるようになったわけです。ご覧になってください、これ朝日ですね。このビルの向こう側から日がこの時期昇ってくるんですね。でこれをやったと。で今日皆さんも正直怖いっていうね、それはそうだと思います。緊急事態宣言って、でもですね、東京電力福島第一原発の緊急事態宣言ってこれずっと出され続けてるんですよ。だからよくジャーナリストのリベラル系の人にも緊急事態条項と同じように、いわゆる戒厳令とか、そういうものと同列で議論する、あるいは保守の それがないからダメだとか、衛生保守ですね、人たちが言ってるのは、それ全く法律を読んでないんですよ。で、これで、これはあくまで準備ですから。そして準備と道具ですから。道具は正しい人が使えば、正しい人じゃないんじゃないかってね、そういう疑いを持つ人も多いでしょうけど、だけどそこは国会を止めませんから。国会でちゃんとチェックできるようにして、1週間に最低でも1回は報告をさせて、これ与野党の政府協議会ももう今週で4回目ですね。でそれがありますので、ぜひですね、皆さん安心をしてください。で昨日私 if っていうことを言ったんです。 if っていうのはつまり完璧な検査、今それありませんよ、完璧な検査で仮に陰性だと
分かれば国都民、例えばですね、今回今日は7カ所の都市を、指定すると言われていますけども、7つの都市の中で完璧に感染してないっていう人が分かる、あるいはもう抗体ができてる、まあちょっと複雑になるんで感染してないっていう、 それだけ仮定をしたら、その人は動かした方がいいんですよ。なぜかといえば動かしていた方が良かったって言ってるんです。都市の負荷を減らすために。でも現実はですね、何が起きてるかというと、都市の方では感染経路が追えない人たちが増えていって、そして、恐ろしいその 都市から、疎開をしようと言って、地方に自分が感染してるかどうか分からなくてですね、それで広がってるわけです。ちょうど武漢からチャーター機で帰ってこられた方々、その中にも感染された方がおられましたね。だからああいう検査がもし都会でできるんであればですよ、それは都会の人口を減らした方が、これだけ脆弱な都市を救うことができるし、地方も感染してるかいないかわからない人が入ってきてさらに広がるということを防ぐことができる。つまり私が1月に主張したことを日本の各都市の中でやろうということを言っているんですね。でもやっぱりね、この if が通じない人ってやっぱりいらっしゃるんですね。言って if ってもしもっていうことですね。もしも仮にそれができるんであればやった方がいい。だけどできないわけですから、できない時にどうするかというと、一つできるようにする、二つできるまでは if 以下を行わない、これ簡単な論理の話なんですね。まあこの話は延々とするのはもうやめましょう。つまり移動をしっかりと制限をし、接触を制限をし、そしてこの新型が無症状者からも感染する。 でも今日BCG についてあるお医者さんが、研究者の方がですね、希望の出るような研究もされて発表されてましたね。もう確かに庭に人が出てますね。やっぱりね、アメリカのこの人たちも本国に帰るんでしょうね。明かりがずっと消えていくんだと思いますね。でもう一つはですね、これ自民党の人たち本当にねどうかしてますよ。これ103兆かなんか事業規模を言ってるけど、これ中身ほとんどなんていうかな、スカスカじゃないですか。綿菓子よりスカスカですよ。これ予算を見る人が見れば分かりますよ。なんでこういうことやるんですかね。昨日たまたま国会をのその階段を降りてたらですね、もう7時ぐらいだったかな、後ろからダダダって人が降りてきて、庭に止めている車、私の車の横、その両横がに乗り込みました。黒いでっかい車でした。片っぽが安倍総理で、片っぽが岸田政調会長だったんです。昨日の朝自民党さんの政調会があって、この対策、消費税ゼロも含めていろんな意見が出たっていうふうに私は思いたいです。それから現金給付を即やれという、保証と自粛をセットにするっていうことも言ってくれたと思います。私も昨日朝ですね、この朝の挨拶が終わった後に複数の自民党の国会議員たちに、それも普通の国会議員じゃないですよ、魔の何回生とかいう人たちじゃなくて、魔の3回生ですか、そういう人たちじゃなくて大臣経験をしたような影響力のある人たちに、必ず政調会で
があるんであれば、もうよその党への介入って言われてももういいから、必ず保証と自粛をセットで即やれるように、2枚のマスクを、布製マスクを郵便で送るんだったら、小切手になるのか何になるのかわからないけども、現金で、現金書き留めで送ってですね、警備をつけてもいいから、それを、国民に即配ってくれと、一人、10万円、20万円、30万円と、そして、電気料金、水道料金、ガス料金、保険料、そういったものの支払いを止めてくれと、これが2番目。そして、これ災害だから、医療でもうパンクしている医療機関、あるいは感染を公表すると潰れるということを恐れて隠している医療機関、そういった人たち、まずは重症者を入れる医療機関にもう大幅な財政支援を、それから軽症者を見ているいわゆるかっこつきですよ、かっこつきの経過観察施設、もう私自宅待機っていう言葉を昨日山井君と加藤大臣が激論してましたけど、山井君もうちょっとね、なんていうかな、落ち着いて話した方がいいですよ。加藤大臣ももう山井嫌いっていう、そのね、そりゃそうだと思う、あんな調子で言われたらね。でも山井君はああいう熱い男だから命が救えないって、もうその気持ちが先に立ってるけど、それにしては中身はいい議論だったんですよ。つまり加藤大臣は何を山井君に言いたかったかというと、その医療と、それから、このカッコつきの隔離との間に法のその狭間があるということを彼は間接的に言ってるわけです。そうなんですよ。感染症予防法というのは昔伝染病予防法といった、で伝染病にかかった人たちはですね、次々と亡くなっていくわけです。ところが今回のウイルスがはそこまではない、かかった人が全部亡くなるとかそういうことじゃないんですよ。むしろ8割の人は軽症、それから無症状の人もいると。でも無症状の人からもですね、うつるから、かつての伝染病予防法、今の感染症予防法が予定してないウイルスなんです。だったら立法者はそれを埋めなきゃいけない。冒頭私申し上げましたね、片っぽで、人の制限については一類扱いにし、片っぽでいわゆる経過措置については指定感染症の二類を外したような措置をしているわけです。それはなぜかというと、この法律がまさにこのウイルスを想定してないんですよ。で、想定してない部分をもう間に合わないから政令で変えたというんであれば、ここ申し訳ないですけども国会で質疑してませんから、今は私と調査室や、法制局の人たちの調査室の人たちの推論ですよ。今推論言ってるんです。だから、いや原口一郎はあの時法解釈をこう言ってたと、法の解釈や政令は一義的には政府しかできませんから。だけど私たち国権の最高機関にいる立法者はその法の解釈をめぐってまた新たな法を作っていくわけです。だから今申し上げたような解釈が 100% 正しいとは言わないけども、これは安倍内閣がやった珍しくいいことなんです。珍しくいいことって言ったらあれだけど、でだったらですよ、自民党の皆さん、103兆か113兆か知らないけども、昨日あれ見て皆さんひっくり返りませんでした？あれ見て皆さんの地元の人たち、皆さんの大切な人たちを守ることができると思います？守れないでしょう。だったら予備費をせめて積んどいてください。真水で50億ぐらいで、50兆ぐらいで、で
そこからさっき私が申し上げた医療機関、医療人材支援、もうこの1ヶ月、3月や2月、1月にやったのと同じ失敗したら日本滅びます。本気で滅びます。それぐらいの危機感皆さんもあるでしょ。個別に話すとね、いや仕方がないんだって、仕方がないじゃないでしょ。自分がかかったら仕方がないですか？自分の家族がかかったら仕方がないですか？かかっても検査受けられない人どれだけいますか？あの森さん中の黒沢さんね、私あの方イッテ Q ですかね、 あれでも温泉同好会というのがあって、ちょっと人付き合いが最初苦手な方なのかなって思ってたけど、まあ歌を歌われますね、踊りを踊られます。もう本当に回復してほしいなって心から思います。志村さんがね亡くなられて、今はもうボリス・ジョンソンさんも ICU に入ったんじゃないかって BBC ですか、朝のニュースでやってましたけども、本当に全部の感染者の皆さんの感染された方々の ご回復をお祈りしたいと思います。で、差別は絶対にやめてくださいね。私たち国会議員も疎開しろなんて絶対言ってませんからね。自分たちももう自分のふるさとにも帰れないんですよ。なんとなればあの時の武漢と同じような日本の状況かもわからないからです。だから日本、東京ですね。だからそれをふるさとに広げたくないですよ。だから移動してないんです。まあ私たち九州の国会議員は移動してない人が多いですけども、途中のねところの人たちはやむなく行ってる人もいます。でもわからないから拡大してるっていうことが。で、さてもうこれでおしまいしますが、やれること、昨日もある繊維でですねマスクを作っていただけるようにお願いをしたところがありました。そういうことに支援してほしいんですよ。海外に、まさに中国にマスク頼り切ってたわけですね。あるいは食料についても外に頼り切ってるわけです。だから10年前にもからずっと言ってる緑の文献改革、自分たちのエネルギーを、自分たちの命を、自分たちの地域で循環させることによって、エネルギーやお金やあるいはさまざまな資源を循環させることによって貪る新自由主義のマネーに戦おうってずっと言ってきたわけですね。でもうやっとですね、泥船から逃げ出すように新自由主義者たちが間違いを認め始めました。もうこういう自分もね、1990年代の終わり、自分自身も例えばですね、フォーリンアフェアーズを読んで、フォーリンアフェアーズで議論されていることと同じことを頭の中に入れて議論をする。そうするとマスコミの寵児になる。 FA あるいは CSIS、 まあリベラルだったらブルッキングス、そこで議論されている友人たちと議論したことをそのまま日本に言うと、そしてルールにおける競争が競争の本質だなんて言うとマスコミの寵児になる。でも私がその新自由主義を、あるいは戦争やの隷属を知ったのは2001年でした。2001年にイラクを訪れた時にアーメリア防空壕という湾岸戦争の時のミサイルがですね、トマホークって言ってましたけども、それが誤爆、誤射されて500人ものイラクのお母さんと子供たちが、赤ちゃんまで熱の中で溶けて亡くなった、その防空壕を訪れた時でした。自作自演の戦争や、そしてボタン一つで中央銀行の振る舞いを横で見ながらですね、そして大金を儲ける人たち、
その人たちの爪痕がいっぱい残ってるわけですよ。やっぱりね、そうやって見て行って聞いて知るということはとても大事なことですね。だけどそれを知らなかった自分を恥じました。だから私は今戦争屋と金融ハイエナを徹底的に言ってますが、それは1999年2000年代もまで自分の中にもあったものなんですよ。だから私は郵政の民営化に徹底的に反対をしました。日本の国力を落としてはならないということで徹底的に反対をしました。2005年の総選挙では小選挙区で私は負けました。竹中さんと小泉さんが合わせて3回佐賀に入りました。もう本当に絶望のような戦いでした。談合をやってるような企業にのところに改革を止めるなっていう、まあまさに空想なスローガンが書いてあって、改革を止める原口和弘は抵抗勢力である、改革を止める原口和弘は日本の敵であるとまで言われました。まあでも多くの支援者の方々、支持者の方々は支援をしてくださって、幸いバッジだけは国会に行く権利だけは届け続けてくださいました。それがどんな貴重なことかということを私は思います。地方の医療が崩壊するなんてことは絶対にあってはなりません。だから皆さん検査をされておられないわけだから、この都市部の中で随分ご不便もかけるかもわからない。だけどいろんなものが分かってきています。いろんなことが解決に向けて動き始めました。だから今日の緊急事態宣言はあくまで道具である。でその衆議院参議院でですね、テレビが入ると思います。ぜひご覧いただいて、そして英知を集めて力を集めて、このCOVID-19 というですね、得体の知れないものに打ち勝ちましょう。今日もですね、この後国会で、安住君やいろんな仲間と一緒にですね、距離を取りながら話をします。もうマスクもなくなったんで、すごく洗って、そして、滅菌をして使うという状況です。で、それも困ったらやっぱり解決をするということで、昨日抗菌のですね、糸でマスクを塗ってくださいとお願いをしました。何回も洗えるマスクだそうです。皆さん今日もですね、日が当たってますね。これ大蔵ですかね。たくさんの祝福がありますように。それではごきげんよう。